道路標識ヨーロッパの道路標識スイスに設置された標識の例地名と距離を示すヨーロッパの道路標識では現在ヨーロッパ諸国で用いられている標識の一覧を掲載する。イギリスとスペイン、アイルランド、モルドバを除きヨーロッパ諸国は1968年にウィーンで締結された道路標識及び信号に関する条約を参考に自国での道路標識を定めている。 そのため締結国の間で道路標識のデザインがおおよそ統一されている。ヨーロッパにおける条約批准国はアルバニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、 モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナである。国ごとの主な違いは以下に示すようなものである。警戒標識工事中標識高速道路の案内標識幹線道路の案内標識地方道路の案内標識。ディ i s イ i g ズビ s being phased o 2019. and being replaced by the previous sign, German traffic signs and signals.2010 年12月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年10月31日閲覧。The eyes no priority to the light, rule in the UK or Ireland, h a t not the end of maximum speed limit but the start of the national speed limit which for normal cars without, A トレイラーイズ 60mph シングルカリッチウェイローズは 70mph デュアルカリッチウェイローズ。ありがとうございます。